徳川成高は、江戸時代後期の大名。天保7年に、田安徳川家4代当主。天保10年に、尾張徳川家12代当主となった。文化7年6月13日、徳川家成の十次男として生まれる。陽名は金目の進む。12代将軍、徳川家吉は2位。文化10年12月25日。 御三教の田安家当主でおじにあたる徳川成政の養子となる。天保七年八月、成政の隠居により、田安家の家督を相続する。成政には多数の子女がおり、教授が生死となっていたが、病弱を理由に拝着され、代わって成高が継いだ。天保十年三月二十日に、尾張徳川家の当主で、異母邸である。 徳川成春が死去すると、二十六日に、もが発せられ、同日に、松平上官と、水野忠邦が、幕府の上司として、江戸の終わり邸を訪れ、成高を末期用紙として、終わり家の家徳を継がせるよう命じた。さらに、田安家から、家老の朝倉張間守る、御用人格の大吉神左衛門、用人の梶田五郎兵衛らが、側近の付き人として、 成高に従って、終わり系入ることも、幕府から命じられた。成高の養子入りは、幕府の一方的な命令によるものであり、藩内に、大きな反発を生んだ。特に、先代、成春の遺言でもなく、隠居していた先々大成友にも全く相談もない、ことに不満は高まった。藩内では師範である、高須藩主、松平吉立の次男、 秀之助を望む者が多かった。この時、五ふ家老の一人である、竹越正富が、藩内の説得役となったが、反発した、藩主が、近鉄組を結成した。これが、幕末に至り、反幕、尊王上位派への流れとなって、竹越家を中心とした、砂漠派との対立へとつながることとなる。また、江戸大夫の五ふ家老 なるせただしじゅうにも批判が集中し、最終的には、窒教を強いられた。江戸城本丸要罪を禁じたことなどにより、犯罪性は悪化しており、倹約令を出すなどしていたが、成高自身は苦労知らずの遊興好きで、苦しい犯罪性を帰り見なかったと言われる。天保13年には、幕府から、反省停滞について警告された。 それでも当人は反省に真剣に当たらず、茶道にかまけ、裏千家に入門して十一代戦争室から奥義を授けられている。子女は六人いた。次男で成高死子に出生した、正丸は、一橋徳川家を相続して間もなく溶接したが、女子の二人は成人して、大名家に嫁いだ。そのうちの李姫は、 徳川成勝の幼女として、広島藩の藩主である、浅野慶之の性質となった。日付イコール旧歴成友は、成田からと同様に、一橋家からの養子であったが、母方の高祖母が四代藩主、吉道の長女千姫であるため、尾張徳川家の血統を引いていた。ありがとうございます。